ですね、時間よりちょっと5分ぐらい早いんですけども、準備が揃いましたので、これより、始めたいと思います。本日、相模原市、共同事業提案制度、公開事業報告会を開催いたします。本日の進行は、共同事業提案制度を市と共同で運営しております NPO 法人市民フォーラム相模原が務めさせていただきます。それでは一組目の相模湖商工会さんと観光シティプロモーション課の皆さん、よろしくお願いします。団体名とお名前を名乗って始めてください。よろしくお願いします。おはようございます。相模湖商工会の事務局の方をお呼びいたします。小野沢と申します。どうぞよろしくお願いいたします。私は相模原市役所の観光シティプロモーション課の阿波島と申します。観光シティプロモーション課、前回は商業観光課で出てたと思うんですけども、今年の4月から観光シティプロモーション課という方が新設されまして、こちらの方で担当しておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは早速事業報告させていただきます。我々の事業ですけども、高尾山から相模湖富士の方園への廃棄や誘客促進事業ということで、平成30年度より、令和2年度今年度の3年間で実施しております。まずですね、30年度事業でございますが、柱は2本ございました。小町供給を併記した地域財を利用した道しるべの整備ということで、道しるべ案内板の整備については日本語と外国語表記で、インバウンドのお客様をターゲットにしたということで、市民性を確保して、地域産材を利用していこうじゃないかということで、ございます。対象地域につきましては、まず手始めにですね、JR 相模湖駅に降り立ったお客様を相模湖公園までいざなおうということで、相模湖駅から、県立相模湖公園までの間の道しるべの整備ということでございます。2番目、ハイキングガイドの養成講座ということで、いらしていただいたお客様に対して、ご案内をするようなボランティアガイドを要請していこうじゃないかと、学生ボランティアですとかシニア層を活用したいということでの講座の開催です。平成30年度の設置事業具体例なんですけども、まずメンバーでですね、ルートを歩きまして、どこに設置したら効果的であろうというようなフィールドワークを行って、場所を検討して、その結果、駅前にはですね、道しるべというか案内板、既存の案内板があるんですけれども、上が来たということで、進行方向、本当ですと進行方向は湖の案内板が欲しかったんで、そのような形の案内板をですね、付属して付けたという形でございます。あと道すがらは、駅前の防犯塔に取り付けるような形での道しるべを考えまして、どこにつけたらいいかの結果、このような形になってございます。ハイキングガイドの養成講座の方でございますが、9月から次の3回行っております。まず全体像を講演会を行った後、2回3回につきましては地域資源研究ということで、石老山ですとか念坂方面の詳しい聖覚寺のご住職にご案内しております。最後は小原本人の話ということで、神奈川県の里の案内に言う方に認定されています石井義彦氏を紹介してですのでございます。30年度事業の行った課題なんですが、
案内板設置につきましては、やはりきめ細かくやっていこうとすると、まあ、予算的に問題があります。設置箇所に限りがあるということでございます。あとですね、この地域すべて国道に面していたり、市道に面していたりして、すべてが国立のでございますので、場所によっては、まあ、市中から設置するコストがかかってくるという問題がございます。あと、修繕やメンテナンスなどことも考えておかなければ、まあ、耐久性を考えた仕様ということになっておりますけれども、まあ、長年の経年劣化に対応するようなことも考えていかなければならないです。あと、場合によっては、歴史的な内容を記した案内板が必要な場合、まあ、それの多言語化というところも課題になるかなという形です。あと、ハイキングガイドの養成講座につきましては、まずは担い手となるボランティアさんとか、その辺が大きな問題。あとですね、ハイキングガイドさんの受け入れの体制整備ですね。まあ、DM を、相模湖版 DM を作ったらいいんじゃないかということは長年、提案事項になっておりますけれども、その辺を考えていきたいと思います。あと一番重要な点、神社仏閣であるとか、歴史的故事を含めたコンテンツが一番重要であって、ただ単にですね、ハイキングコースの、あじゃない、こうじゃないということよりも、深いところのコンテンツを整備していかないとなかなか、魅力的なボランティアガイドさんにとって難しいなという壁にぶつかっているところでございます。続きまして、令和元年度2年目の事業でございます。こちらにつきましても案内は、道路標識や道路標識、道しるべの整備と2年目は、まあ、ハイキングイベントの開催という2本柱で、持っていきました。対象地域につきましては石老山と小野その周辺地域というふうにしたものの、10月の台風19号の集中豪雨による大規模な土砂崩れ、また後ほど様子をご覧いただきますけれども、ハイキングコースが壊滅的な状態になっております。未だ復旧のメドが立っていない状況で、このような状況下で道しるべの整備が不可能であるということから、まあ、国道沿いの杉浦山バス停の入り口からですね、相模湖病院、まあ、ちょうどハイキングコースの入り口までの間の本当に道の分かりにくい場所に、道路標識をつけようということになっていたいと思います。ハイキングイベントの開催につきましては、コースがこのような状況なので差を得ないということで中止になっております。次がですね、この状況、まずこれ石炉山にあります天橋寺というお寺の被害状況なんですが、まあ、土砂崩れのあった後、我々のスタッフがですね、現地調査にも伺ったわけなんですけれども、左側の図でよりますと、まあ、大きなですね、5メーター以上ある石が起こってきているという状況で、まあ、解決的な、この状況は未だ改善されておらないという状況でございます。次が、道しるべの、令和元年度の課題ですけども、台風の影響というのは未だ改善されておりませんので、まあ、県のですね、環境センターの方に問い合わせても復旧のめどは立たないということで、まあ、観光協会によると新たなコースを作るかというような段階に入っております。またですね、被害にもかかわらず配管が入ってしまうという苦情も出ているというから、その辺の対応も考えていかなきゃなということで、まあ、簡単な注意事項の立て看板を立てたりしている状況でございます。まあ、最終年度、令和2年度、本年度の状況でございますが、こちらにつきましても道しるべの整備と、
ハイキングイベントの開催という2つの柱で計画をしておったわけでございますが、このようなですね、コロナ禍の状況におきまして、状況はままならない。今月に入ってから第1回の委員会がスタートしたという状況でございます。対象地域につきましてはですね、千木田から降り立った小仏渋山からの配下を、弁天橋という橋があるんですけども、そこを経由して相模公園まで案内するような新しい観光ルートを観光協会の方でも考えてはおるので、そこの整備に取り組んでいるということでございます。状況はこんな感じで、次年度以降の取り組みということで、どれも2年間中途半端な状況であったんですが、引き続きですね、ハイキングイベントみたいなことは計画していこうということで、観光協会ですとか町づくり会と連携して、いきたい。またですね、今現在相模ダムの改修工事が県の方で行われており、その中に、ダムの改修工事を見学できる展望台なんかも設置するという計画もありますので、この辺を踏み込んだですね、新たなハイキングコースの中心にしたイベント等を考えていきたいというふうに考えているところでございます。以上でございます。発表ありがとうございます。それではですね、これより審査員の皆さんの質疑応答に入らせていただきます。明学会長、進行の方よろしくお願いします。では、ありがとうございました。というのは、台風の事故とかがあり、なかなか当初の予定通りいかなかったっていう反響もございましたが、審査員の皆さんから質問、それから、次年度以降の取り組みの最後になりますが、今後についてのコメントやアドバイスなどございましたら、ぜひお願いいたします。はい、私このしゃべっていいですか。はい、今日お疲れ様でした。それと、大変な中での授業、はい、お疲れ様でした。もう、ね、どうにもならないようなことを想定ができないようなことを逆にそこに、対応されてきた僕をとても楽しみにしてます。逆にそういう中ですので、だからこ そ, その地元の方が、いち早いの観光の復活とか、こういった、新しいダムの資源だったを生かしていただけたらいいなと思っておりますので、その中で、この事業の振り返りを一つ教えていただきたいんですけど、ガイドさん、途中で、難しいっていうことになったと思うんですけど、今現在の稼働できそうなガイドさんの人数の目処って立ちましたでしょうか。いえ、その辺はまだ具体的に進んでないので、やはり冒頭申し上げたとおり、どんなコンテンツにしていこうかというところで、当然、歴史的資産、価値の大きい小原本陣については、ある程度の、内容に盛り込むようなその内容、コンテンツあるんですけれども、そのほか、鉄道館であるとか、いろんな歴史的的な価値のあるところもあるので、この辺をどういうふうに盛り込もうかというところですね。はい、やはり魅力あるこのガイドさんの内容というものを組み上げたいなというところで、やはりそこはもうちょっと時間をかけないとですね、観光協会とも連携しながら作り上げていかなければいけないだろう。ただに人を集めてって言っても、まず、人数というか、だけられたんじゃないかなというふうに今思っているところでございます。ありがとうございます。それと、今おっしゃってたけど、コンテンツですね。はい。ハードとしての楽しいコンテンツがいっぱいあるので、あとは、例えばこの外国のそれぞれの自身のホテルそのものもコンテンツ化してもいいんじゃないかと。人気ライブさんっていうのも一つのコンテンツになるかと。あと、何よりその、商工会さんなんで、会員さん、皆さんが魅力あるコンテンツだと
というところに、堂々と自信持って出していただけるといいかなと、面白い方にいただきたいと思いますので、はい、そういった実験が、病院を、本設にしたかとか、まあ、そこにされることって多いですから、うちはなんて思わずに、どん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 積極的に顔やお店やらせていただければと思います。であと、この事業を通じて、日本の市民である会員企業さんに対して、どんな活動を出したかと教えていただければ。はい、当然私ども商工会という組織がこの観光事業に首を突っ込んでいくわけなので、最終的目的は駅前の商店さんだったり、ご飯のお土産屋さんだったりが潤いをね、この観光の観光客の皆さんがいらしていただいて、いろんなサービスを使っていただいて潤うような仕掛けをしているような最終的な目的でございますけれども、なかなかそこまでのつながりというか、まだ出来上がってないところで、まあ、ここにはですね、やはりそれぞれのお店の魅力を発信するような一点一品のような、まず魅力的な商品であったり、食堂であったらメニューであったりというものを作っていこうよというアプローチはしてくるところでございます。あともう一点、やはり湖畔にボート屋さんですとかお土産屋さんですとか非常に魅力的なお店はあるんですけれども、なかなかやっぱり高齢化の波は否めないところがございまして、閉めておるところもあるところで、その辺の空き店舗の対策、後継者問題、この辺もですね、商工会として取り組まなければならない大きな要因であるというふうに認識をしております。はい、もう本当にそんな大変なところも認識しておりますし、もう時間のかかることさえね、皆さんのためにやっていくことだと思います。本当に苦労されると思いますので、ぜひ頑張っていただきたいと思います。あと、山田の最近からもちょっとインフォメーションですけれども、アプリを入れて GPS と連動した、ハイキングガイドっていっぱいありますので、そういったものも一度アプリに入れてみてもらっていただいて、こんな風にしてユーザーさん歩いてるんだっていったものも意識されると、もうちょっと具体的なアイデアが出てくると思いますので、ぜひ参考にしていただければと思います。お疲れ様です。管理いかがでしょうか。基本的なことを一つだけ教えていただきたいんですけど、このチキラ実験コースっていうのは、もともとハイキングコースで、その赤老山のコースが、まあ、台風の被害で壊滅的になって、こちらの方に誘導すれば、高尾山から相模湖の方に行くルートとしては、このハイキングコースはなんか今から道を新たに作るっていうのではなくて、既存のハイキングコースとしてこちらに誘導していくことを考えたいと思います。そうですね。はい、理解でよろしいでしょうか。まあ、一応ハイキングコースということにはなっておるんですけれども、まだまだ認知度は低いんですね。それで、ちぎらという地域がちょうど高尾から小仏城山を通って降りてくるところがちぎらなんですね。で、一般のハイカーのお客様はそこからバスで駅の方へ行ってしまうんで、そのお客様を回遊させたいということで、ちょっと渓谷に降りてくるようなルートになりますので、四季折々非常に四季折々に富んだ顔が見えるいいコースなので、これはもっと PR していきたいという思いでございます。なんかピンチをチャンスっていうことですね。すいません、ちょっとですかね。まだもう一問ぐらい大丈夫でしょうか。本当に今年度終わりというので残念かなとは思うところですけど、台風あり、コロナありで。ただこれが終わったときに、コロナなどが終わったとき、おそらくこの皆さんのやってることに大勢の方が、ああいいなと思って足を運びではないかななんて思ってますので、今いろいろな準備をする中で、やっぱりそれが生きてくるかな。
あと一つだけお聞きしたいのはガイド要請なんですけど、忙しくなればなるほどガイドの皆さんの要請は大事になってくると思うんですけど、その頃メンバー、構成メンバー14人とか15人とか先ほどありましたけど、どのくらい どのような方が養成講座に参加しているのかちょっとお聞きしたいなと。やはりこの委員のメンバーも、お願いして養成講座に来てもらったんですけども、あとは地域のボランティアまで行かないんですけど、そういう活動をしている方ですとか、あとちょっとつてがあった学生さんにお声掛けして、ちょっと参加してもらったというところなんで、この辺 の, その募集の仕方っていうのは、今後いろいろ考えていかないといけないことかなというふうには思っております。幅が広いとそれだけ先がずっと続いていくという感じがするので、はいはい、広がる部分がありますね、はい、ありがとうございます。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは一組